はい、どうも皆様こんにちは、島です。島の元ブログ略して島ブロです。最近島ブログやってないんですけども、今日は久々に出かけてます。というのもですね、グッドライダーミーティングっていうやつ行ってます。いわゆるライスクでしょうか。僕ちょっと初めてなんですけど、強盗運転免許センターの方で、そういうイベントがあるらしいので、応募してみました。で、まあ、ちょっと行ってみましょう。ありがとうございます。エンスト、一本橋難しいよ。パトロ、はい、山越えるときに足が伸びてた感じがするので、多分逆だと思いますね。あ、伸びる山に登ったときに、はい、と、あ、という感じで。なるほど。頭が一定の高さで。おお。わかりました。はい。上がるので、上がるのを上がらないようにひょっと自分が沈む。ああ、なるほど。はい、行きましょうか。はい。行きます。上がるときに。ああ、力を抜かないか。うん。なんか恐怖されたんですか？ジムカーナーですよ、ね、あ、そうなんですか。いえいえ、低速が苦手なんですよ。ハンクラで、ハンクラ引きずりながら行った方が、はあ、結構、あ、いい感じですか。僕は前ブレーキ結構使いようんです。あ、本当です。はあ、難しい。ちょっとやってみます。波状路難しい。
あ、行けてますか。そうですね、はい、すみます。それで前輪が出たところで飛びますので、そこでタイム僕何秒っていうふうに言いますので、でこれ狭いなと思うかもしれないんですけども、楽に、なるように考えれば、一本橋こんな狭いんですけども、こっちは幅がその何倍もあるんで、そういう意味で言えば、ま、もうバランス落としてこっちに切れてもあまり出てないっていう意味では楽です。楽です、はい。コツはギュッ と得意な方で、左の得意な人は左、右の好きな人は右で切って、僕左なんですけども、こうクリックリと前輪の切る角度で立て直したりできます。そういう感覚がちょっとふわっとでも出てくると、もう締めたもんだと思いますんで、どんな感じかちょっとやってみいただきますんで、見てください。え、すごっ、めっちゃうまいんやけど。おお1秒3、え、あんなんできる。あ、止まった。はい、3秒よっ、ここ、よし、30秒もできる。え、すごない？無理なんやけど、こんなどうしたらいいんかな。おお、すげえ。はい、よっ、はい、7秒1、入りのラインをもうちょっと切った方が、はい、こういうとこやったらこう入るじゃないですか。はい、はい、フルロックでこのとこまで持ってくるんですよ。おお、そこからまたフルロックで今度変えていったら結構長い。あ、なるほど。いっぱい使うんですね。難しい。こんなん神業みたいな感じやの、すごいの。低速走行、うん、なので、はい、7秒ぐらい。今はすごいいい感じだった。ああ、本当です。で、多分セパンハヤトもすぐカツッと行ってしまうと思うんですけど、はいはい、欲を言えばカツッと行く、ほんのちょっと手前でこうグリグリするのが、なるほど、一番伸びます。あ、ずっと当ててるんですか。カツッと行く手前ぐらい。へえ。深い位置、そこで、あ、引っ張り戻したきっかりでこう。へえ、難しい。初めてやるけど難しいな。無理。氷に入って測ります。あ、あ、こっからで。いや、難しい。いや、5年ぐらい。はい。ということで、僕には全然無理です。